側は、ルクスコ東日本です。午後4時15分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、6号向島線上り方向の情報です。都心環状線代官町を先頭に浜町まで5キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き、東関東道を成田方面、鹿島方面へ向かわれる方に通行止めの情報です。事故のため、桜インターから酒々井インターまでの区間で通行止めになっています。次に、通行止めのため、桜インターを先頭に四街道インターまで3キロほど渋滞しています。ハイウェイラジオ、京葉道路、市川よりお伝えしました。